君にとっての空は、海は、大地は何色だろうか。見えている色と現実の色は本当に一致するのだろうか。もしかしたら君が今見ている色は、そのものが本来持つ色ではないかもしれない。今回はそんな SCP を紹介しようと思います。諸君、我々は失敗した。まずオブジェクトクラスエクスプレインドの説明からしよう。これは解明済みを意味するクラスで、その特性及び背景を把握済みであり、その影響を受けている状態が普通になっているもの、もしくは問題が完全になくなった、もはや SCP と呼べないものに与えられるクラスだぜ。よって現在、こいつに対しての封じ込め手段は講じられていない。実際、報告書の大部分が線で消されちまってる状態だ。え、待って、誰が喋ってんの今。俺だよ俺、一番左の一人だけ横気にしてるナイスガイだ。あ、お前か、てか自分でナイスガイ言うなや。そんなこと言われても事実なんだから仕方ない。腹立つなこいつ。超絶怒涛の腹立つノリ。っていうか早く解説するんだメスバナナ。早くしないと俺の顔の彫りがもっと深くなるぜ。どういう原理なんだよそれ。まあいいや、このオブジェクトはざっくり言うと色の認識を変えてしまう KSCP だ。私たちは目を通して光を取り込み、その光の波長を脳で受け取り景色を見るわけだが、この SCP はその波長に干渉してきやがるわけだよ。この干渉により我々の色に対する認識が不可逆的に変えられてしまうんだ。今映ってる画像も、こいつが一部アメリカ兵に影響を与えたことがわかる図となってるぜ。おかげでさらにかっこよくなっちまったじゃねえか。いい加減下引っこ抜くぞ。すいませんでした。SCP-8900EX は、1800年代中期から後期に、特定の撮影技術の副産物として発生。最初は写真乾板にのみその影響が現れていたが、カラー写真技術誕生とともにどんどん拡散していくこととなる。こうなっちまったらもう止めようねえべさ。うん、実際財団も色々試みたが見事に失敗。悩んでばかりの自分にグッバイ。忘れちゃいけないいつかのララバイ。聞きながら流す涙はしょっぱい。例えばこれと反対の効果をもたらす感染症を作り出そうとしてみたり、一応一旦プロトコル設けて感染した人や物を隔離、焼却したり、火を消す際には完全な暗闇で真空吸引すればええんやで、と言ってみたりしたが、SCP-8900EX の影響が収まることはなかった。それどころか世界の色はどんどん塗り替えられてゆく。空の自然な青は下品で不自然な色合いに変わり、霧の緑は著しく汚された。すべての可視スペクトルにもたらされた荒廃に対して財団が行った最後の手段は、アンニュイプロトコル。グッフフフ。これは最高クラスの記憶処理措置なんだ。記憶処理ってマリエモン、具体的には何をするの？グッフフフフ。笑ってねえで早教えろや。内容としてはこうだ。微細な効果を引き起こす記憶処理薬を世界に大量散布する。そして世界の色が 8900EX により変わった。という認識を世界の色は元からこうだった。に変えるわけさ。おいおい、全人類巻き込んで記憶すり替えかよ。最初は困惑する人も多かったが、そもそも何を忘れたか忘れた状態なので、人類はそのうち考えるのをやめた。結果的に下品だったりおかしな色の森や海、空色の空はそのまんまだ。いくら人々が気づかないからといっても、財団側はこれを重く受け止めてるらしく、O58 はこの結果に敗北宣言とも取れる保養を残している。諸君、我々は敗北した。か、それがどうしたってんだ。晴れた日の空はいつだって綺麗な青だぜ。ああ、そうだな。それだけで十分だよな。そう、そういうこった。え、どういうこと？ごめん、適当に締めようとしたわさっき。ということで今回もご視聴ありがとうございました。いろんな方からリクいただいてた EX ものをようやく扱いました。まあ、他の方ほどわかりやすく動画化できてる自信ないけどね。それではまた次回お会いしましょう。See you next time.